はい。どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は9月6日金曜日の更新予想やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということで、イベントがね、またこれユニコレがね、3日に来たことによってね、まあ、また予想がね、難しくなりまして、まあ、3日から7日どれでもありかなというところで、はい。考えないといけなくなったかなと思います。まあ、正確に言うとユニコレだけのせいではないんだけどね。<laughs> まあ、でも3日の更新を見てということね。はい。 で、本命はまあ何でしょうねというところになったときに、まあいろいろ僕もちょっと考えてきたというか、まあちょっと予想を立て直してきたというか、まあいろいろ考えてきたんですけど、まあ本命は、んーまあ、そうね。<laughs> まあ聞いていただけたらなと思います。はい。まあ何でもね、あり得る絞りにくい更新日になってしまいましたということで、まあここね、まあ、とはいえね、まあ何個かに絞れるような要素はまた3日でまあ、ヒントもらったような気がするので、 まあそこをね、明確に、えー、参考にしながら、えー、予想をね、していけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、えー、本日ね、ここから更新予想やっていきたいと思いますが、更新注目ポイントをね、まずはじゃあ見ていきましょう。こちらです。はい、ここはもう1、イベントについてということで、もうイベントのみの話になるかなと。で、今、バンカーのキャンペーンみたいなあってますけど、 まあおそらく、まあどうでしょうね。もしかしたら、まあワンチャンスコイン絡んでくるのがあるかもしれないんですけど、でもまあここまで来るとおそらく13日からコインやったとしてもここからじゃないかなと思いますので、ちょっと可能性薄くなってきてますね。はい。ということで、まあコインはないんだろうなと考えると、まあキャンペーンの話はちょっとしにくいので、まあイベントについて、はい、しっかりと今日はね、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。 はい。ということで、じゃあ、イベントの話ね、ここからしていきたいんですが。はい。ということで、イベントについてなんですが、えー、先日のユニコレ開催で、さらにここの更新予想がね、幅広くなりましたということで、まあ、3日間開催ということでね。まあ、プラス、まあ、ガチャも来てましたね。はい。まあ、これもちょっとね、まあ、今回の予想に絡んできそうな、まあ、勢いがあるようなね、まあ、ガチャが来てるわけですよ。意味深なね。うん。ということで、まあ、そことかもね、しっかり絡めながら今日予想していきたいんですが、 まあ、イベント期間はね、まあ、3から7日、まあ、何が来てもおかしくはないと思います。期間的にはね、まあ、全然余裕はあると思います。まあ、候補としては、まあ、ディチャレだったり、まあ、ビクロだったり、一平君を探せだったり、まあ、クラちゃんと旗集め、プラス特別限定追加まで、まあ、一応、これは全部可能性あると思っていいんじゃないですかね。はい。まあ、ここからちょっと断捨離というか、まあ、いろいろね、ちょっと個人的な予想としては削っていかなきゃいけないんですけど、まあ、皆さん、あくまでね、まあ、何でもあるよと思っていただけたら、 いいんじゃないかなと思いますまあ、何が来てもおかしくないタイミングということでねまあ頭の中に入れておいていただけたらなと思いますでですよまあ、ここから実際ね予想していきたいんですがいろいろね当てにすることってやっぱ予想の中でいろいろあってまずはじゃあ昨年のまあ、この時期のねまあ、ちょっと予想というかまあ結果を当てにしてみるんであれば昨年のねこのタイミング何が行われてたかというと まあ、ここね、一平君を探せがね、開催されてたんですよね。なので、まあ、今年もじゃあ一平君を探せなのじゃないかなっていう予想も、まあ、立てれることも、まあ、できなくはないわけですね。うん。で、現にまあ、そうですね、正直な話、アディチャレが来てたとしたらですよ。もし3日にアディチャレが来てて、まあ、じゃあ次6日何か来ますかって予想になったら、まあ僕は多分一平君を探せ1週間で出してたんじゃないかなと思うんですよね。まあ、期間的にもね。うん。でもね、まあ今のこの、 なんていうやろうな、まあ、イベントスケジュール的に、そんな簡単な話じゃなくなってるな、と <laughs>。いうところがありまして、まあ、なんでかっていうと、まあ、さっき候補に挙げた、アディチャレとか、まあ、ビクロとか、まあ、こういったところですよね。まあ、イペコン探せもそれでに入るんですけど、結構ね、開催期間が空いてるんですよね、最近ね。うん。まあ、アディチャレに関しては、6月の21日やったかな。 の開催が最後にまあ来てないし、ビクロも7月の頭ぐらいだったと思うんで7月の5日かな。まあこれも多分金曜日やだった、金曜日か木曜日だったと思うんですけど、まあそこから来てから来てないということは、マ、まあ、アディチャルももう3ヶ月までは行かないにしても、もうすぐ3、約3ヶ月ぐらいね、まあ空いてる。まあ2ヶ月半ぐらいかな、空いてることになりますし、まあビクロに関しても2ヶ月ぐらいは、もう間が空いてると。まあということで、別にこのイベントは直近開催されたから来ないなというのは、本当にまあぶらり旅、 とか、ぐらいかな。うん、ってぐらいしかないんですよね。うん。ということで、まあ、一平君とかもね、まあ、正直1ヶ月に1回とか来る可能性もあるしね。なんなら今、ユニコレが、まあ、3ヶ月連続で来てるぐらいなんで、まあ、ぶっちゃけ、その J クラって固まるときはこうやって固まるんで、まあ、その、前年、ね、先月開催されてるから今月はないよとか、まあ、そういうのが通用するかと言われると、予想としては、 まあ、来にくくはあると思うんですけど、まあ、絶対来ないっていう言い分にはならないですよね。はい。ということで、ちょっとまあ、イベントをね、その日数から絞れないとなると結構厳しいんですよね。はい。ということで、これぐらい今回候補が、まあ、正直もそれこそブラリもね、まあ、候補として入ってきてもいいんだけど、まあ、今回これだけね、まあ、来てないものが溜まってる状態なので、ちょっと省いてるだけで、まあ、実際は絶対来ないとは言えないです。はい。というところで、まあ、考えていこうかなと思います。で、一平婚探せが、 まあ、今の言い分だと、今回の予想に入ってないっていうのは、なんとなく分かっていただけたんじゃないかなと思うんですけど、アディチャリが来てたら、も一平君予想しやすかったですよね、正直ね。うん。というのも、まあ、その、もう一つ、まあ、なんで、その、そもそも、じゃあ、一平君予想をちょっとしにくくなったかっていうところに触れていきますと、まあ、絞り込む段階でですね、うん、まあ、順に考えていかないといけない中の一つに、 まずはですね、これ3日登場のガチャが9日で終わっちゃうんですよね。うん。で、これってすごい意味深に見えて、まあでもガチャの期限って1週間ぐらいあれば全然長い方、長い方っても普通だったりするんですけど、この時期だと。にしても、まあなんか9日で終わるっていうのはちょっとなんかね、<laughs> 匂うんですよね、ここね。っていうことは、まあ9日にもなんか更新あるんじゃないかなとかね。うん。 で、しかも、そのさっき言った通り、ビクロとかアディチャレとか、こういう3日間イベントが空いてるにも関わらず、ユニコレが来てるっていう点ね。これが非常に僕は気になって気になって。で、まあ、例えばこれが、まあ、後での結果論でしかないんですけど、まあ、ユニコレが3日から6日か6日まで来ましたと。で、そうなった時に、じゃあこの後がビクロアディチャレとか、アディチャレビクロとかだったら、腑に落ちませんか。あ,あ、それだったらなっていう。 まあただ先に来ただけかと言えるんですけど。でもまあもう一つ言えるとしたら、これもう一つの絞り込みにも関わってくるんですけど、まあ今回のグローリードロップ率アップが3日から6日までしかないっていうのも一つね、まあ今回の予想に大事なところだと思ってて、でガチャがまあ9日で終わるっていうのがまず一つ。で、次にまあ予想の当てにしたいのがグローリードロップ率アップが6日だったということね。うん。でこれに関しては、例えばの話ですよ。 例えば6日からじゃ9日までアディチャレがありますってなった時に、あれそれだったらアディチャレもグローリーアップしてくれそうじゃないって思うとこもあると思うんですよ。まあ仮に絶対ない、あの、例えばアディチャレが来たとしても、まあグローリードロップ率アップがユニコーレだけの可能性も全然あるし、なんなら、あの、まあよくたまにあるのは、3日から6日までグローリードロップ率アップしますよっていう告知があって、 で、6日の更新あげたら、また6日から9日までグローリードロップ率アップしますよっていうのを新たな告知として出てくる可能性もあるわけですよ。だから、まあ、その、何て言うかな。正直当てになるかって言われると、めちゃくちゃ当てになるわけではないんですけど、まあ、ただ、普通に考えると、まあ、3日から6日にグローリードロップ率アップがありますよって言ってて、ユニコレが来ましたと。うん。 で、次、アディチャレがじゃあ6日から9日まで来ます。で、グローリードロップリツアップまたありますよ。まあ、これがあるかどうかわかんないですけどね。これよりは、まあ、正直な話、チャレマ絡みじゃないイベントが来た方が、まあ、予想としては自然だと思うんですよね。こっちのは予想しやすい。うん。まあ、普通に、なんていうかな、そんなにひねくらずに考えたら。ひねくったら、まあ、3日間で来ると思ってて、じゃあ、ビクロかアディチャレどっち来るんかなって考えたときに、じゃあ、グローリードロップリツアップ終わるからなと思って、じゃあ、ビクロだ。 これのが自然じゃないですかでもさっき言った通り、アディチャレも可能性としてあるんです。あの、出し直しがあるからね、ドロップ率アップ。で、もしくはドロップ率アップなしのアディチャレの可能性もあると。で、アディチャレって言ったら平日が多いんですけど、まあ直近の可能、あのね、あの開催でちょっと否定されたことがありまして、前のその6月21日というのは金曜日なんですよ。ということは、金土日月までなんですよね、おそらく。月、火までやったかな、火曜日か月曜日まで。 の開催なので、土日をまたがないイベントと思われてた、このアディチャレ、土日全然またぎます。はい。という実績も、実績というか予想に入れないといけないところも追加されたので、正直、もうね、難しい。うん、さっき冒頭に言った通り、絞り出そうと思っても、これ以上絶対こうという根拠あって絞れることって多分ないんですよ、ここのイベントってね。なので、まあ、あくまでこのイベントの予想の過程というのは僕は話しましたけど、 まあ、絶対これだな。っていう自信持って出せるの。まあ正直3日の時は、もうアディチャレ絶対来るだろうと思って出したけど、これ外してるんですけど、実際ね。うん。っていうぐらい根拠があって絞れてるわけじゃないんでね。はい。まあ思考を読んでもちょっと読み切れないとこあるので、まあ。 どうしてもね、まあ、ここばっかりは、もうこの2択まで絞ったんですよ、正直。まあ、3日間のイベントじゃないかなというところまで絞って、で、アディチャレビクロどっち来るかなと思って、素直に輸送したらビクロ。で、まあ、アディチャレの可能性も捨て切らないと。で、開催期間、ま、調べてみてもそれなりに、ま、別に変わらないと。まあ、約2ヶ月ぐらいどっちも空いてると。まあ、どっちの可能性もあるなっていうことで、じゃあ結局、じゃあ、ま、どっちかに絞って予想は出さないといけないと思うので、最終的な僕の予想としてはですね、 まあ、明日ですよね。はい。の予想は、えー、ビクトリーロード3日間で、はい、出しときたいなと思います。まあ、やっぱりね、まあ、その、僕も J クラ見てきて思いますけど、うん、まあ、全然アディチャルの可能性もあると思います。ちょっと意地悪でね。はい。ただ、それをやる、うん、なんか、正直な話、それを、まあ、例えばじゃアディチャルをこの後に持ってきて、メリットってなんかあるのかなっていう、誰かに。<laughs> 誰かにね。 ウ営ウェイさんにメリットない、あるかって言われるとないし、うん、まあ、あのー、ね、事前告知まで出したあおりでユニコレでした。で、次、じゃあ、アディチャリやります。で、えー、ドロップ率アップもついてきます。それはそれでね、サプライズなんですけどね。まあ、そんなサプライズをするようなウ営ウェイさんかと言われると、 うん、あんまりイメージがないですよね。まあ、ただ、今までにイメージがないことをやってくるのも、まあ、J クラだったりするんで、まあ、一応可能性としては残ってると思います。なので、まあ、アディチャレビクロどっちかですって、本当は言いたいんですけど、まあ、ビクロで。<laughs> まあ、チャレマ絡まない可能性の方が高いだろうなと。まあ、どっちの可能性が高いかなと思った時にね、まあ、ビクロかなというところで、まあ、ビクロ予想しておきたいなと思います。で、もちろんね、まあ、冒頭に言いましたけど、ここ結構ね、難しいです。まあ、普通にペコンを探せる可能性もあります、一週間ね。 で、まだ3日4日ってなった時に、まあ、ビクロアディチャレとか、アディチャレビクロの可能性もあるし、なんなら、もしかしたらビクロブラリとかの可能性も全然あるんで、まあ、ここは本当に何が来てもおかしくないぐらいの、まあ、余計になんかちょっといろいろ考えることが増えて、まあ、ちょっと6日、そんなに難しい更新じゃなかったなと個人的に予想してたんですけど、まあ、ちょっとイベントの絞り込みはちょっと難しくなったということで、はい、ご理解いただけたらなと思います。まあ、あくまで、まあ、僕もちょっと言い訳みたいになっちゃうんですけど、まあ、予想動画出してるのもね、まあ、どういった可能性がありますよっていうのをね、 まあ皆さんに組み取ってもらうためでもあるんで、まあこれでいいんじゃないかなと思います。はい。まあいろんな可能性があると踏んでおいてください。何が来るか。まあぜひね、まあメンテク、まあ更新が入ったりしたらもしかしたらね、まあさっきね、あの冒頭にも一応ちらっとだけ言いましたけど、冒頭というかまあこのね、イベント予想のとこも最初に言いましたけど、もしかしたら、もしかしたらですよ、まあこれ TS も一応松田直樹選手がね、まあ排出がまだ残ってるんですけど、これ残ってるからって言って TSS は絶対来ないっていうところももう確証が持てなくなってるんでね。 ま、今年の年明けの安倍選手あたりかなとかで被ってたりもしてた時期もあったんで、で、考えると、ま、全然6日から、ま、新カード追加の可能性もあるんで、ま、メン入ったら結構暑いんじゃないかなと思うしね。まあキャ、最近クラちゃんの事前告知とかもしなくなったし、で、キャンプもま、特攻が事前出てたら事前告知あるんですけど、ま、その当日に特攻が出るんだったらキャンプも事前告知ないので、ま、事前告知がないからクラちゃんキャンプはないなとか、そういう話もちょっとできないんで、ま、本当に予想がちょっと難しい。 タイミングになってしまったなと、うん、いうことで。まあ、まずメンテが入るかどうかというところね。まあ、5日の14時入りますよね。まずメンテが入るかどうか。でもこれもしかしたら、ま1日の分入ってないんで、もしかしたら何日のメンテ代わりに入るかもしれません。まあ、そのクラちゃんとかじゃなくてもね、入る可能性あるんですけど、まあ、一応メンテあ、一応はメンテ入ったら、まあ、更新待機できたら、 はい。いつも通り間に合えばね、しようと思います。ちょっとこの前ギリギリでしたけどね。まあ、ちょっとギリギリ,ギリギリとかになるかもしれませんけど、ちょっとなるべく、まあ、やりたいなと思うんで、1時間目ってとこ入ったら、まあ、更新待機やるし。で、それだったら、まあだいぶね、新カード追加とかで、まぁ、あ、クラちゃんとかね、の可能性も高まってくるだろうし。うん。まあ、ただなんかね、アマテラス祭がね、9月30日からだからね、まあ、ここはそんな無理しなくてもいいと思うんだけどね。うん。まあ、20日からクラちゃんとかでカード追加の方が自然だと思うので、まあ、個人的にはそっちの方が可能性あると思ったんで、 まあ今回そんなに深く触れなかったんですけど、うん。っていうのもあるので、まあいろいろね、まあちょっと考えていくとキリがないんですけど、まあいずれにしても何かが来ると思うんでね、まあぜひ、え6日の更新、まあいずれにしても何か、まあユニコレよりはね、やりがいのあるイベントが、ま何か来ると思うんでね、はい皆さんユニコレをね、しっかりと、まあまだ、え2日目に入ったところだと思いますけどね、この動画上がる時にはね、まあぜひ、えしっかりと3日間ね、使って終わらせておいてください。 ではですね、まあ、更新予想というほどの予想ではなかったと思いますけど、はい。まあ本当にいろんなね、可能性が入り混じってる、まあ予想タイミングでありますので、予想というか、まあ更新タイミングでありますんでね、まあ何が来てもおかしくないというところで、まあしっかりと把握して、まあ自分なりにね、何が来るかというのをね、考えてみてください。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ここにで失礼します。バイバイ。